オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてどこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな、どう思う？普通だと思うよ、いつもこんな感じだし。いえ、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから、異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。